ジェラルド・アル・フォードとは、アメリカ海軍の航空母艦、ジェラルド・アル・フォード級のネームシップ。2009年に寄港され、2016年に収益を予定して建造が進められていたが、2017年に収益した。艦の名称は、第38代アメリカ合衆国大統領のジェラルド・アル・フォードにちなむ。 2006年10月17日、ジョージ・ W ・ブッシュ・米大統領は、ジョン・オーナー2007年会計年度、国防権限法署名を行い、同法案を承認した。同法の1012節において、it is the sense of congress that the nuclear, powered aircraft carrier of the navy designated as, CVN-78 should be named the, USS ジェラルド・ R ・フォードという意見が示された。2005年8月から、戦速外反となる後半の切断が開始。2009年11月13日、ニューポート・ニューズ造船所で起航2013年11月9日、ジェラルド・フォードの娘スーザン・フォードによって命名される。2015年6月4日、電磁式カタパルトで、テストウェイトの射出実験に成功する。 2017年1月、2017年3月に造船所による会場試験、2017年4月に受け入れ試験、2017年4月の出荷試験を実施すると発表された。その時点で試験プログラムの93%で、全体では99%完了しているとされた。3月から4月にかけて実施される試験では、レーダーや航空管制や、 C4i 機能の確認を重点的に実施し次に、航空機の初着艦試験を実施し、電磁型パルトと先進着艦高速具の確認が行われる予定。イムルズの試験は、うち99.5%を完了しているが、オフの方は70%しか完了しておらず、困難が伴うと予想されている。2017年4月8日、海上港市運転に向けて造船所を出港。 4月14日にノーフォーク海軍基地に寄港。5月31日、米海軍に正式に引き渡された。2017年7月22日にバージニア州ノーフォーク基地で収益した。この収益式典にはドナルド・トランプ米大統領、ジェームズ・マティス国防長官などの臨席下で行われた。トランプ大統領は、この間はアメリカの力と威信の象徴だ。 同盟諸国は安民でき、敵は恐怖に震え上がるだろう。アメリカは必ず勝たなければならないと演説した。7月28日、第23航空試験評価飛行隊のジェイミーストラック中佐が操縦する回 A-18E 戦闘攻撃機が本艦発のアレスティングワイヤーによる着艦および電磁型パルトによる発艦を成功させた。本艦は 基本的な完熟訓練及び本艦の機能能力検証作業を行い対戦戦術、航海、砲術の訓練を経て本格的な空母機能を発揮するための初着艦訓練などの広範な訓練を行い2020年頃に本格配備展開される予定である2020年1月16日から31日の16日間 米国東海岸バージニア州ノーフォーク基地沖の大西洋で実際の航空機を使用した航空機適合性試験をアメリカ海軍第23試験評価飛行隊の T-45 回 A-18E 回 EA-18GVX-20 の E2DC-2A が電磁式カタパルトや着艦高速装置の運用テストを実施 t-45 では燃料補給員が燃料補給ラインの訓練。格納庫内でも航空機の取り扱いに関する試験や訓練を実施。より本格的な空母としての能力が確認され2月5日に試験完了が公表された。2021年6月18日に対衝撃性能試験フルシップショックトライアルを実施。艦の至近距離で 爆薬約18トンを爆発させた。能力回 -35 の海軍向けの C 型が初期作戦能力獲得を宣言したのは2019年2月で、2021年頃、ニミッツ級空母のカールビンソンに初めて搭載される予定だが、現時点で最新鋭のフォード級空母に回 -35C を搭載する目処は全く立っていない。これは、 電磁式型パルトの検証が進んでいないためである。高コストにミッツ級空母の最終艦、ジョージ HW ブッシュの建造費は62億ドルだった。これに対して、電磁式航空機発射システムや、新型着艦制動装置、アドバンストレスティングギア、先進型兵器エレベーター、アドバンストウェポンズエレベーターズの開発遅延のおかげで、実戦任務への投入が2年遅れ。 2019年1月時点での建造費用は130億ドルを超え、2密級2隻分の費用となっている。第8空母航空団は、ジェラルド・フォードに関西される航空団。ありがとうございます。